はい、始まりました、いちいチャンネル、紅茶を飲みながらスタートしました。まあ、2022年1月もう本当に中旬もしくは下旬になってるかもしれません。まあ、子供たちもね、新学期が始まりまして、で、まあ、少しずつ、まあ、こう一人の時間といいますか、まあ、YouTube に向き合ったりとか、まあ、いろいろとこう向き合える時間が本当にこう増えてきたなっていう中で、今ちょうどこうカメラを回し始めたんですけど、まあ、なんか今回は、まあ、本当にこう普段多くいただくこう質問の中からなんか一つこうトピックを挙げてお話ししたいなと思ってカメラを回しています。ということでですね、子育てと仕事ってどう両立しているんですかっていう質問です。なかなかね、本当にこう本当に大きな括りですし、それこそ本当にお子さんを抱えているお父さんお母さんも皆さんやっぱりそれぞれやっぱり働きながらその子育てをしていくっていうところでのやっぱり両立ってとってもやっぱり各家庭の価値観もあるしライフスタイルもあるし、やっぱそれぞれの選択のやり方があるので、そこはね、なんかこう一概にこれはこうですこうですとかっていうふうには言い切れないんだけれども、でもなんかこう私の中でやっぱりこうこの子育てっていうのは自分の中で本当にずっとずっと続いていく、人生の中でずっと続いていく多分一本の道なんだろうなっていうふうに思っていて、でもそれはなんだろうな、まあ、本当にこう苦労をする時もあるし、泣く時もあるし、はどうしようってすごく悩みに悩んで、で結果、まあ、正解わからないなって思いながら出す答えも時にはあるし、まあ一番上の子をね、妊娠して出産してっていうのが21歳になる年だったので、でもうそれが18年ですね。で今年上の子が18歳になって、で4月1日からもうなんか成人になっちゃうわけですよ。だからなんか一人の子のその成長をもう成人までこう迎えられたんだっていう一つの大切な節目でもあるんだけれども、でもやっぱりまだまだやっぱり手は焼く部分もあるし、手を焼きたい部分もあるし、なんかもっとそばにいてほしいし、もっとなんかこう話し合えるというか、まあ、一人の大人として、なんかこう対話を重ねられる関係性であるっていうのは、なんかこれからのその楽しみの一つではあるんですけど、やっぱりね、やっぱ成人をきっとこう迎えても、おそらくずっとずっとそこは続いていく子育てっていうところは、やっぱり永遠のなんかこうテーマというか、なんか繋がっていくものなんだろうなっていうふうに思います。で、それこそそのまたこうお話を戻すと、その子育てとそのお仕事のそのバランスというところで、やっぱどうなんか両立されてるんですかとかっていうのは、本当結構ライターさんとかいろんな方々にやっぱりこう聞かれることなんですけど、やっぱりね、両立って、やっぱその両立っていうそのくくりがやっぱり非常に、なんだろうね、難しいですよね。だってやっぱ消化不良の日もあるし、あ、今日すごく滞りなく綺麗になんか整ったなっていう時もあるし、でましてやっぱりこう1人目2人目3人目4人目ってなると、やっぱりそれぞれの個性があるので、でその子たちの人生の歩み方もあるから、そこはね、なんかこう母親としてというか、なんかこう大人としてというか、まあ、人としてというか、なんかどういう存在で私はあって、この子たちにとって、またその他のそのお友達とかね、みんなやっぱ周りの人たちにとってどういう存在なのかなっていうのを、どういう存在であるべきなのかみたいな部分は自分の中でこう問いただしながら、子育てを向き合っているような感じなのかなと思います。で私も若くしてやっぱり出産をしたっていうところもあるので、周りにやっぱりこうね、ママ友と呼べるお友達がやっぱできにくかったんですよね。なので頼れるのはやっぱりこう母だったりとか、あとはやっぱりこう育児書っていうのが
やっぱりこう本当に大きな支えだったんですよ。でまだ本当にこう振り返ってみると約20年前ってやっぱりそんなにインターネットもそこまで普及してるわけではないので、知れる情報って本当に限られていたから、結構振り返ってみると孤独だったかなと。やっぱ一人の中で抱え込むこともすごく多かったし、母乳も正直全然出なくって、私はこう諦めてしまったんだけれど、なかなかそこの本当に自己嫌悪に陥っちゃったりとか、やっぱりね、子育てって一筋縄にはいかないし、いろんななんかこう選択肢の中で、その時本当に一生懸命、もうその当時は、もう今振り返ってみたら、あ、すごく懐かしい思い出だし、すごく素敵な思い出だな、あ、こんな時があったからこそ今もあるんだな、今があるんだなっていうふうに思えるようになってるんですけど、でもやっぱりその当時って、まあ、本当に今この瞬間もそうだけど、やっぱり一生懸命やっぱり生きているような気がします。だからね、本当にこう大きな怪我もなく、まあ、ここまでその、まあ、子供たちが大きく成長してくれたっていうことも一つの本当にこうありがとうっていう気持ちでいっぱいだし、やっぱり一人ではやっぱり育てきれなかったというか、育てられなかった部分もあるし、きっとこう周りの方にやっぱたくさんこう支えてもらって、声をかけてもらって、なんか今があるんだなっていうのがあるので、まあ、その子育てとやっぱりそのお仕事のその両立というか、そのバランスっていうのもやっぱりその都度本当にこう変化していくですよね。なので、まあ、今回ちょっとまあ長女のお話をちょっとまあメインに、その初めてのその子育てっていうところからのこう今こう人生ね、18年間の中をこうガーッと振り返ってみて、なんかそんな話をしているんですけれども、なので本当にこう今質問をね、いろいろ本当に普段多くいただく中のこの質問の中から、その子育てってどうしてるのっていうお話をさせていただきました。なのでね、やっぱり皆さんもやっぱりこう子育てって本当に一筋縄にはいかないし、さまざまな選択肢があるし、いろんな何通りもの、本当に何色ものやっぱり子育ての仕方があると思うんですよ。で、あとはそれと同時に働かれているお母さんとかお父さんのやっぱりライフスタイルも本当にさまざまなものがあると思うので、よかったら私にもちょっとこういろいろと情報をいただければなっていうふうに思います。私もね、まだ一番下の子が本当まだ4歳で、まあ、今年、まあ、ようやく5歳になるんですけど、まあまだまだこうブワーッとつながっていくので、なんかそこら辺のなんかこうコミュニティもちょっと深めていきたいし、またこの YouTube を通じて、なんかいじいちゃんこういうなんか情報ありますよとか、なんかこういうとこ行ってみるといいですよとかっていう話があったら、ぜひぜひいじいチャンネルに質問コーナーにですね、質問コーナーというかコメント欄にぜひぜひなんかこういただければなっていうふうに思います。ということで、まず第1回目は、まあ、ちょっとこうその子育てどうしてるのみたいなお話をお送りしました。ではでは。